久保さん、名言じゃないですか。努力するぐらいなら結果出せよっていうね <laughs>。まあ、あのね、あのー、努力って僕は思うんですけど、僕が言ってる努力っていうのは、まあ、久保さんもそうだとは思うんですけども、本当に上場企業を作る、世界にな旗を挙げるような会社を作るっていう話をしてるわけじゃないんですよ。 ね、トヨタを作りましょう。ソフトバンクみたいな会社作りましょう。世界で戦える会社作りましょうって言ってる話じゃないんですね。あの、100万なんですよ。まあ、僕はドリームアカデミアで月収100万っていうところを掲げてるんですけども、僕はそこは本当に努力すればいけると思うんですね。もうこれもうガチで。いや、まじで、くぼ、まあ、うーん、なんだ。 僕、久保さんも見てきてますし、僕もやってますけど、うーん、<laughs> うーん、<laughs> ーんって感じですね、もう <laughs>。まあ、本当に久保さんと僕以上にやって100万稼げないってことは、僕、考えられないですね。本当に考えられないです。久保さんと僕以上にやりました。考え抜きました。やり込みました。 えー、僕と久保さんより考えたし、僕と久保さんより行動してきた。ライブ放送4000回、5000回を超えてね。まあ僕たちはそれぐらいやってるわけですよ。それ1万回ライブ放送やりました。しかも、えー、セミナーもね、もう何千回やりました。ね。対面セールスも何千もやりました。いや、それでも稼げ、100万稼げないって、考えられないですね。申し訳ないですけど。申し訳ないですけど、 万が一ですよ。いや、万が一、久保さんと僕以上に考えて行動して、100万いかないんだったら、それは申し訳ないけど、あの、本当にやめた方がいいですね。それは、もう本当にもう、もう、なんだそれはやめた方がいいと思います。うん。それはやめた方がいい。<laughs> それはもう、自分に差異がなかったんだなっていう、けじめをつけるべきですよ。でも多くの人はそこまでやってないから、けじめもクソもないんですよね。 けじめもクソもないですよ。うん。ん。いつも思いますもん。なんでやんないのかなみたいな。だって、少なくても見せてるわけじゃないですか。やってることをね。やってる姿をずっとここまで露出してる。久保さんとこのやりとりなんかはもう、セールス終わってるのに続けてるわけじゃないですか。ね。あのー、それを見せてるわけですよ。うん。で、この、 この行動が、まあ、どんないいことを話してるかとか、そういうのじゃないんですよ、もう。このやりとりが全てなんですよ。うん。このやりとり自体に本質が詰まってるんですね。その凡人でも成功するためのそのヒントというか、 もうクズ野郎でも100万いけるそのエッセンスがこのやりとりの中じゃなくてこのやりとりなんですよ。そのキャッチボール、あなたがね、外からキャッチボールを見て本質をつかめるかつかめないかわからないけどもそのキャッチボールの投げ方というよりか、なんだろうな、まあ、どう捉えるかですね。うんでもまあでもね、多分いないと思うんですよね。ここまで背中見せてくれる人たちっていうのは。 これは自分で言うのは、あのー、お前偉そうに言うなって言われるかもしれないですけど、言いますよ。だってやってる人いないんだから。いますか逆に教えてください。いや、吉谷さんと久保さんのやりとり、甘いですよと。僕は知ってます。あのー、他にね、あの久保さんと吉谷さんのやりとりみたいに、もう10万回ぐらいやってる人見つけましたよ。教えてください。ちょ、ちょ超リスペクトしますね、それね。何やってんのみたいなね。<laughs> どうですかね ?10 万回このやり取りしてる。10、10万回のキャッチボールしてるみたいな。でもね、あの、プロ野球選手になる人って、生涯に多分ね、キャッチボール、このボールの行き来ですよね。何回したと思いますこの、こうキャッチボールするボール、この1本投げて、こう帰ってきて、こうやるじゃないですか。あれ、生涯に何回のやったと思いますいや、多分ね、10万じゃ効かないですよ、多分。<laughs> どうすかね <laughs> ?10 万で聞くと思いますプロ野球選手になってる人。この投げたり、ボールを触って投げて、戻ってきて投げてっていう。まあ時にはね、ちっちゃい頃は壁,壁にボール投げてたかもしれないですよ。夜中ね。巨人の星じゃないですけど <laughs>。どうすかね多分ね、10万回以上やってると思いますけどね。プロ野球選手になる人は。生涯で。もっとやってますね。多分。100万回以上やってんじゃないですか。ボール投げる。 っていうところはどうでしょうか、うん。それがまあ普通ですからね。普通というか、その、まあその、なんだろうな、ま、まあ普通というか、それぐらいやったら月収100万はいきますんで、まあ大谷翔平にはなれなくても、なんだろうな、あの、まあ、草野球のなんか、ちょっと打てるよみたいな、<laughs> ね。 別に上場企業を作れなくても、世界に名だたる会社を作れなかったとしても、ま、100万ぐらいだと作れるよっていう <laughs>。うん。まあ、いつも思いますね。うん。まあ、それはやっぱね、なんでいつも思えるかっていうと、それは僕はお客さん見てきたからなんですよ。だラッキーだなと思いますね。全く右も左にもわからないお客さん、久保さん以外もそうですけども、あのー、 僕しかできなかったらね、僕しか稼げなかったらね、そっか塾の塾生誰一人稼げないですよ。わかります僕のドリームアカデミアの塾生さんも誰一人結果出ないですよ。僕しかできないんだったらね。そうじゃないですよ。そうじゃないですよ。全く右も左もわからない人、女性の方なんかね、去年1億ですよ。1年で1億ですよ。もう久保哲郎超えですよ、多分。1年で1億ですからね。うーん、そう。 ネットビジネス始めて久保さんは3年で1億何千万でしょうーん。彼女は1年で1億上げましたからね。右も左もわかんない状態から。僕はそれも知ってるしそのそ、そこサポートしてきてるんで。で、対談するとね、なんか外野からなんか飛んでくるんですよ。いや、初心者じゃないでしょう、みたいなね。パソコンォッチなんか信じられません、みたいなね。まあそう、外野から外野が飛んでくるんです。 <laughs> いや僕現場見てるからねっていう僕もうほに現場見てきてるから久保さんの初期も僕知ってるから久保さんの初期知ってる人多分ほぼいないんじゃないですかあの20ねあの20時間ライブでコメント広島の久保ですって僕リアルタイムで現場で見てました読み上げてましたからねあそこに20時間ライブにリアルタイムで参加した人って多分 2, 2 3 0人だと思うんですけど8年前ね 今いますか多分いないですね。知らない人だからみんな <laughs>。僕がラッキーだったのはやっぱそういうのをリアルで見てきたっていうのが強いですよね。だからやればできるよっていうのはもう自信を持って言えます。でも結果が出てない人はやってないんですよ。本当に。うん。やってないですね。うん。だから結果が出ないっていうのは逆を言うと 絶対的量その結果が出るまでの量を絶対領益というか、そこまでただやってないだけなんじゃないかなと思うんですよね。いや、本当に世界に名だたる企業を作りましょうって言ってるわけでもなく、上場企業を作ろうって言ってるわけでもなく、年収100億の会社作ろうって言ってるわけでもなく、ね月、月収で1000万稼ぐ、年収1億稼ぎましょうって言ってるわけでもなく、100万なんですよ。ここはいけますから。 自信を持って僕は言えますよ。それ自信を持って言える理由は、それは僕自身もそうなんですけども、お客さんを見てきたから、久保さんを見てきたから。うん。だ僕が見てるものとあなたが見てるものは違うかもしれないですけど、すいません。僕はそういうのを見てきたんで、それをただありのままに伝えてるだけです。だからあなたにもできるよと言い続けますけどね。でもあなたがやらないんだったらできないですけどね。言ってらっしゃい。